特別史跡、姫路城跡史跡とは、貝塚、集落跡、城跡古墳などの遺跡の内歴史、学術上価値の高いものを指し、国や自治体によって指定されるものである。この後は一般には、遺跡全般と同義で現在においても、その意味で使用される場合も多いが、日本においては1919 19年の、史跡名称天然記念物保存法以降、特に法律で、 指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では、競技の、史跡は、文化財の種別の一つとして、文化財保護法第109条第1項に、規定されている。日本の文化遺産保護制度の体系における、史跡とは、文化財の種類の一つである記念物の中で、貝塚、古墳、都の城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上、または、 学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて国が指定を行ったものである。文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする一石のうち日本国にとって歴史上、または学術上価値の高いものを文部科学大臣が、史跡及び特別史跡の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、 国の指定を受けていない者に対して、それぞれの条例に基づいて、県史跡、超史跡史跡といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度は、概ね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では、旧跡、横浜市では、地域文化財などといった文化財保護法に見られない、 不分の名称が設けられているる場合もある特別史跡、五両角跡特別史跡、平城旧跡の須作文文化財保護法、第2条第1項第4号では、記念物について次の通り規定している。そして、文化財保護法第109条第1項では、史跡について次の通り規定している。文部科学省が公表している、特別史跡名称天然記念物及び、 史跡名称天然記念物指定基準では、史跡の指定基準が次のように定められている。これらの条件を満たすと判断されたものが、文部科学大臣から文化審議会に諮問され、文化審議会における専門家の審議、文部科学大臣への答申を経た上で、史跡に指定される。2021年3月26日現在、1859件が史跡に指定されている。 文化財保護法第109条第2項では特別史跡について次の通り規定している。そして特別史跡名称天然記念物及び史跡名称天然記念物指定基準は特別史跡の指定基準を次のように規定している。つまり史跡のうち特に重要なものとみなされ日本文化の象徴と評価されるものが特別史跡である。 63件が特別史跡に指定されている。近代の文化遺産の適切な保護を図るため、1995年3月6日、指定基準が改正され、第二次世界大戦終結頃までの政治、経済、文化、社会等あらゆる分野における重要な遺跡が史跡指定の対象となった。この改正を受けて、同年六月、原爆ドームが史跡に指定され、 国内法での法的保護が前提であるユネスコの世界遺産に登録されることとなった。文化財保護法第182条第2項は次の通り規定している。この規定に基づき各地方公共団体は文化財保護条例等の名称の条例を制定して遺跡に対する史跡指定を行っている。ただし、この規定は国の史跡に指定されていないものに対して 地方公共団体が指定すると解釈されるため、地方指定の指摘が国指定の指摘となった場合は、地方指定は解除される。地方公共団体の制度は、概ね国の制度に準じたものであるが、それぞれの実情に応じた制度が定められている。例えば、東京都文化財保護条例第33条は、次の通り規定している。東京都の制度では、 東京都指定史跡として指定することの困難な伝承地や現状が大きく変更された植物園などを東京都指定旧跡の名で指定している。1919年の史跡名称天然記念物保存法によって史跡の法的な保護制度が確立した。当時遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主催していた国板克美であった。 国板は遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日本の古代史学者であり、保存すべき対象として国史学で用いられることの多かった史跡の子を用いたのである。その後、史跡名称天然記念物保存法は1950年制定の文化財保護法に引き継がれた。史跡に限らず記念物は名称でも天然記念物でも一般に、 土地に結びついた文化財であり、この場合、例えば古戦場跡や旧街道跡は、指定面積が限定しにくいため、境界が確定できる区域に限って、史跡指定される性格を持っている。史跡の要件を満たすことが難しいものに関しては、指定史跡に準ずるもので、歴史の正しい理解のために書くことができず、その意向に歴史的価値の痕跡が残っているもの。 または球体を推定し得るものとして、球石という指定区分を設け、保存措置を講じている。長屋大邸宅跡のように保存されていれば、特別史跡に指定された可能性の極めて高い遺跡も、発掘調査はなされたものの遺跡が破壊されてしまい、ならそごうとなってしまったため、史跡には指定されなかった。一方、三内丸山遺跡のように、発掘調査によって、 遺跡の重要性が判明したため、すでに着工していた野球場建設を中止し、遺跡の保存を決定し、特別史跡に指定されている例がある。土地は記念物であるが、建造物は有形文化財である。文化財保護法に基づく各文化財の指定基準による指定の例によれば、例えば、姫路城を例にとると、敷地及びそれと結びついた石垣、 強盗の意向としては、特別史跡、個々の建造物のうち、大小天守、渡り倉の8棟は、国宝、矢倉、渡り櫓27棟、門15棟、平32棟は、重要文化財として指定されている。神戸市の箱菊住宅のように建築史上、建物自体が重要だという意向に関しては、史跡ではなく、有形文化財として指定されている。 ここでの指定は、いわば土地とは切り離されており、場合によっては、博物館、明治村の移築建造物のように、指定はそのままで移築がなされることもある。一方、建築物として重要であるが敷地である土地や、付属する井戸等も合わせて、保存を図ろうとする重要文化財の例がある。それに対し、萩市の伊藤博文旧宅は、土地と結びついてこそ重要であるとの見地から、 史跡として指定され、記念物に含められている。大仙陵古墳や、ホンダ五病産古墳をはじめとする、領母は、宮内庁が管理し、現在も皇室による祭祀が行われている。そのため、研究者が自由に立ち入って調査することが、できない。宮内庁により管理、保存が講じられているため、史跡等の指定の対象とされていない。このことについては、考古学研究者、 歴史研究者からの根強い批判がある。史跡での復元事業を行う場合は、文化庁の許可が必要であり、文化庁は、戦史時代の史跡については、比較的、緩やかな基準であるが、中世以降の社寺や城郭などの史跡の復元に、関しては、絵図面や図面、小写真や、その他の工事の記録文書などの客観的な資料が、発見される可能性があるため、 文化財保護の立場での要件を厳しくした1967年以降は厳しい基準で臨んでおり復元するに足る資料を集めて復元建造物の外観だけでなく内部構造なども絵図面、写真、工事記録等に基づいた復元が慎重にという形容詞付きで求められている。史跡とは引くことばんく。朝日新聞社。2014年5月30日閲覧。 単に、史跡と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官方でも史跡と表記される。しばしば国指定史跡と称されるが、これは都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。指定基準については、複数の基準にまたがるものがある。例えば、大安寺給京大夫石橋画用後は、三社寺の後または、 旧経済その他再始振興に関する遺跡と、六交通、通信施設、地産、地水施設、生産施設その他経済、生産活動に関する遺跡の二つの基準により、遺跡に指定されている。特別遺跡を含み、名称、天然記念物と重複指定されている件数を含む。近代の遺跡の保護について、月刊文化財1995年4月号、 38ページ。史跡名称天然記念物調査会、朝鮮総督府宝物古跡名称天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。2008年2月22日、宮内庁が管理する神宮工合寮に、日本考古学協会など16学会の研究者、代表らが、紛糾に立ち入り調査をした。両母に、 学会側の立ち入りが認められたのは初めて。森。文化庁文化庁月報連載。文化財行政の現代的な課題から、史跡の現地保存、凍結保存、および復元について。ありがとうございます。